私はこれで会社を辞めました。アルナシームからですね、立冬のシーウッド両馬場、短いところ4ハロンで追ってきましたね、50.4 の 11.9 単走です。ちょっとね前走見てみましょうか。中京記念のね1周前を今見ておりました。非常に首を使ってですね気合が満ち溢れてる感じでね、気が非常に流れがいいですね。そして飛んでくるように走りながらも、馬なりでねほぼほぼ走っております。5ハロンでの調整でしたね。ラストは、しっかり追ってましたね。ちょっとじゃあ今回の1周前と確認しましょう。今回はね6ハロンでちょっと長いところでね1周前は追ってB 評価というところでね、評価の方させていただきました。これはなぜかというと、一周前でもね、前走と比べて追ってからの動きがね、やはりね、鈍いです。非常に嫌がってますので、そのあたりが今回どう出るのかなというところで、ラストのね、最終の比較をしてみましょう。中京記念のね最終では6ハロン80秒台でね追ってきました。そして、ラストは馬なりというところ、前走と比較してですね何かが足りないというところはないですね。ただまあ輸送もあると思うので、まあ4ハロンで追ってるというところです。だからまあ1周前がねちょっと元気がなかったかなというところ、まあこのあたりも、輸送を考えてというところの調教追い切り、まあ自力がどれぐらいあるのかしらというところプラスアルファの調教というところになりますので、まあ調教評価自体は、B 評価ですね。クルゼイロドスルですね。こちら立冬の販路でね追ってきました、単走です。 54.4 のラストが 12.8 というところ、まあ終始ねちょっと右を向いたりまっすぐで、走ったりというところでちょっと落ち着きがないような感じでは調教追い切りはしておりましたね、まあ持ったままというところで、馬なりですね。そんな流れの、ラストも 12.8 というところ、まあ決して悪くもなければ良くもないというところですね。まあ前走キープというところではないでしょうか。調教評価は B 評価ですね。ゴンバデカーブースですね、こちらは元気いっぱいミホノウッド、6ハロンですね。3頭合わせの真ん中というところ 82.7 のラストが 11.3、 非常にね、綺麗に、合わさってですね非常に実践的なね、調教だったと思います。まあちょっと汗はねそれぞれかいておりました。相当暑い日だったんでしょうね。そして真ん中から非常に重心をね下げてぐっとね首を突き抜けながら、抜けていきましたから、調教自体は、非常にいい調教だったんじゃないかなと思いますね。そして体調面も、いいように見受けられますね。ダービーの時もですね6ハロンで、3頭合わせの外側、まあ、終始舌を出しながらねちょっと遊んでる感じもあるのかなと思いますけど、まあ、バテてる感は全然ありませんでしたね。まあ、今回の方が、よりね戦闘モードにね入ってるかなという感じはしますね。ちょっとスイッチが入ったかなという感じ。まあ、ただ自力的にね、サウジアラビアが、勝ってますけどね、この辺りが早熟系なのかどうなのか、まだね新種ボバー的なところもあるのでね、このモルタル系ですか、まだ3歳馬しかいないのでちょっと分かりかねないんですけどね、まあ、そのあたりが試金石になってくるのかなと思いますね。ただまあ3区的にはみんな走ってますんで、もしかしたらここで代わりに見せてね、ぐっと走る可能性は十分あるかなというふうに感じますね。まあ一つ変わった点といえば僧帽筋のね、下部下の方ですね、このあたりが非常に成長しているような気がしますね。気の流れも非常に充実してますし、ここは走る可能性は十分。調教評価は A 評価ですね。 J パームスですね。ミホノウッド両馬場4ハロンで追ってきました。 52.5 のラストが 11.9、3頭合わせの外側というところなんでしょうけどね、入り口はね5頭で合わせてきてますので、ちょっとね最初あれと思ったんですけど、その中の真ん中非常に元気よくですね、抜け出しておりました。入り口からね手綱はぐーっと絞り気味で、入ってきましたね。まあ、あんまりスピード感はないですね。まあ、1008と使
使ってる馬で、初めての戦力になると思いますので、そこの対応がね、せかせかするところがどうかなというところ、まあそこを短いところでね、対応してきたんだと思います。ラストはね、若干ってはいますけど、まあ 11.9 というところで、まあどちらかというとね、真ん中より内の外側なので、真ん中を走ってますから、まあ、時計的にはね、通常でいけば多分12秒台かなというところだと思います。どうかな、もう一回りね、スピードが欲しい感じはいたしますね。もう一段ギアが入ればというところ、調教評価は B 評価ですね。ジュンブロッサムですね。リットーシーウッド両馬場ゴハロンで追ってきましたね。 68.8 のラストが 11.0、まあ、入り口はねぐっと手綱絞ってましたが、ラストは開放という形で、それでも馬なりでね、11.0 単走ですからね、まあのんびりという形ではありますけど、非常にリズムカルでね、スマートな調教だったと思います。今ね、関谷記念の一周前を見ております。まあ時計的にはね、単走で同じような形で、6ハロンで追ってますね。あんまりね、前足の出が良くなかったかなというようなイメージ。そして関谷記念最終、これもね、単走で追ってきました。同じように6ハロンで、馬のリズム的にね、馬なりというところで、今回のですね、最終追い10月16日の方がですね、まあ前回の関谷記念の最終よりも、馬なりのね、リズムが、よりよく見えますね。そして、手綱は前半引いてますけどね、後半は、馬のね、ポテンシャルで走っておりますから、まあ外側をね、結構外回り走ってますんでね、足の出もいいですし、その中でのラスト 11.0 というところは、評価できるんじゃないかなと思いますね。前走よりね、私はよく見えますね。調教評価は S 評価ですね。セリホスですね。立冬の半歩でね、最終単走で追ってきました。まあ、前半はね、割と馬なりというところですが、非常に綺麗にね、まっすぐ淡々と走れている姿が印象に残りますね。そして後半から途中からね、追ってますから、まあ、追えてもいるのでね、順調なんじゃないかなというところ。ちょっとね、安田記念の、1周前から確認してみましょう。1周前は、2頭合わせの内側というところで、7ハローの長いところね、 95.1 のラストが 11.2 というところで合わせてきております。時計的にはね、出てますけど、まあ、馬なりでね、まあ、抜きに抜けないというところで終わってましたね。そしてね、ラストもやはり半路の単走、ちょっと口を割って難しいところ見せてましたので、まあそっから考えればね、その時も 56.9 のラストが 12.7 ですから、まあ、全体時計も遅いですし、まあ、今回の方がね、いいんじゃないかなと思います。安田記念の最終は舌を出して、口を割って、馬なりというところ、時計的にも12.7 の全体が 56.9、 そして今回が 53.2 の 11.6 ですから、全くね、違う時計、全く違う走り方じゃないかなというふうに感じました。まあ、安田記念5着というね、結果のエビデンスを考えた時には、あまり調子が良くなかったのかな、この時の調教は、というふうに判定させていただきますと、今回は全く違うね、いい状態、それでもって次走を見据えた調教内容ということであれば、十分な仕上がりなんじゃないかなというふうに感じます。まあ、ここはね、硬いんじゃないかなというところで、やはり S 評価というところになりますね。タイムトゥーヘブンですね。ミホのウッド両馬場というところ、6ハロンでね、並走で、だいたい真ん中あたりですかね、外側から真ん中あたりに切れ込むような形で走ってきましたね。まずですね、12着に終わった時の、関谷記念をね、今ラスト見ております。6ハロンが 84.4 のラストが 11.6 というところで、まあ走りっぷりはね、それほど今回と変わらないかなと思いますね。そして今ですね、慶応杯を見ております。こちらは左回りになりましたね。そして、まあ一周前追い切りのね、 VTR が出てるということ、まあ今回も一周前はやってるんでしょうけど、 VTR がないのでね、なんとも言い難いですけど、まあ一応ね、一周前で 11.3 というね、ラスト馬なりで出しているというところがありましたね。そして最終は、右回りでね、今度は並走の内側というところで追ってきました。5ハローの短いところで、68.5 のラストが 11.4 というところ、逆にこっちがね、しっかり追えてますので、まあ調子がやっぱりいいんでしょうね、というふうに見受けられますね。そして今回は東京ですから、まあ左回りというところで、長いところ 83.3 のラストが 11.3 というところですから、
まあ決して悪くないんじゃないかなというふうには思いますね。そして、まあまあね、追ってはいますので、まあ調子も決して悪くはないのかな。まあ結構ね、調教はね、このまま走ると思います。ただ、勝ちパターンというか、走るパターンがね、このまま過去の履歴見てると、なんとなくありますよね。2020年までね、遡っても、京成杯の前で1回勝って、京成杯が2着。で、その後、まあ、ニュージーランドは勝ってますけど、まあ、富士ステークスで3着に来て、まあ、その辺から調子悪くなってきましたね。そして、ダービー卿チャレンジトロフィーで1着を取った後の、京王杯が3着。そして、またずーっと走ってないですね。そして、久しぶりの京王杯、オータムハンデで2着と来ました。ということは、次は、走るパターンなんじゃないかな、というふうにも考えなくはないですね。ということで、私的にはね、調教決して悪くない、調教評価は A 評価というところなんですが、走るパターンかなというふうにも考えております。調教評価は A 評価ですね。バスラットレオンですね。立冬の販路で、最終追ってきました。53.0 のラストが 12.1 というところ、非常に低い姿勢でね、重心が低くですね、大きく首を振りながら全体を使って走れてますから、非常に、見受けはいいですね。見た目は非常にいいと思います。ちょっと今ね、阪神カップまでちょっと戻りました。ちょっとダート走ったりね、アラブ行っちゃったりしたり してるので、ちょっとね、判別つきにくいですよね。ただ、阪神まで戻るとですね、やはり非常に元気よくね、重心低く、綺麗に走れてますから、まあその時と比べるとね、さほど変わりないのかなと思いますし、まあ全体時計はね、この時 52.7、コンマ3早いというところ、今回の方が遅い。そして、ラストはね、今回の方が、コンマ2秒早いというところですから、まあそうそう変わりはないかなというような出来です。ですから、阪神カップぐらい走るんじゃないかなというふうに感じました。もう一回ね、ラストを見てます。10月16日を見ておりますが、まあ終始ね、馬なりなんでちょっと何とも言えないですけどね。ただ本人はね、元気いっぱいで気合は十分かと思いますので、追ってしまえばもしかすると、11秒台とかで走ってくるのかなという感じですけどね。まあちょっと小柄でね、なんか非力には見えますけど、ただまあ元気はあるかなというところ。調教は決して悪くないんじゃないかなと思いますね。調教評価は A 評価ですね。パラレルビジョンですね。ミホのウッド両馬場ゴハロンというところ、 65.8 のラストが 11.2、並走のね、真ん中あたりというところで、まあそれほどね、負荷はかかってないかなとは思いますけどね。ただ本人は非常に気持ちよく走っておりまして、調子は抜群に良さそうですね。足も綺麗に出てますし、ゴーサインが出てからもね、特にそんなに追ってないですけど、ぐんぐん加速してきますから、時計の 11.2 が裏付けるかなというところ。ちょっと前走見てみましょうか。安田記念のね、今 VTR 見ておりますが、3頭合わせの一番内というところで、やはりね、実戦に近いというところで、まあ内側からね、合わせてます。そして、馬なりで、気持ちよく走らせてるというところまでは、まあまあ大体一緒ですね。そして足も綺麗に出てますし、まあ追ってからもね、動きもいいので、どうかな。調教ではちょっと判別しづらいかもしれませんね。調教は非常にいいですね。気の流れも変わらないですし、上積みがあるかといえば、おそらくね、この先のマイルチャンピオンシップを見てるでしょうから、どうかな。まあ、調教的には悪くないと思うんですけどね。ただ、どこまで、やるかなというところ。それが、安田記念の着順とね、相対してどうなるかというところ。調教評価は A 評価ですね。バルサムノートですね。このまま激しいですね。もう引っ張り上げてですね、もう浮いてしまうんじゃないかというぐらいの、体重がね、後ろに乗ってるぐらいですから、パワーはあるんだろうなという感じで、それでもってね、そんな状態でタイムが12秒でね、終わってるんで、ちょっと怖いなと思いますね。ちょっとね、比較できる過去動画探したんですけどね、ちょっと VTR ないので、ただまあ本人ですね、レースになれば割と、順調さは保ってそうですけど、ただやっぱりね、東京のレースもみじとかを見てると、
やっぱちょっと専用なのかなというふうな感じはしますので、まあそのあたりがね、自力がどうかなというところですね。調教評価は A 評価ですね。ミシシッピーテソーロですね。この馬もね、並走で、内側でね、ミホのウッドで合わせてきました。ゴハロン 66.3 のラストが 11.3 というところですね。入り口まではね、だいぶ行きたがってますから、引っかかってるような感じではありますけどね、非常に元気いっぱいで、まあ短距離らしいね、体をしております。そして足の出はね、まあ若干上がりは悪いかなというところですが、まあまあというところですね。まあ直線ではね、合わさってから相手の馬もね、必死に追っておりますが、まあそこに合わせてね、抜きかかるような形で、まあ抜きちぎるっていうことはないですけど、まあ距離的にどうかなというところですかね。調教自体はね、体調も良さそうですし、決して悪くないと思うんですけどね、あとは自力ですね。まあ今回ね、ちょっと三勝クラスの馬が結構多くてですね、割と元気な馬が多いので、ちょっと見た目はね、なかなか難しいということで、これ最終はね、自力の判断という形になってきそうですね。調教評価は A 評価ですね。名称新竹ですね。立東のシーウッド、両馬場、6ハロンで追ってきました。単走ですね。85.8 のラストが 11.5。まあ、この馬ね、割と発汗しやすいのでしょうかね。いつも汗かいてますね。首を使って、非常にいい動きはしております。足も出てますしね。元気良さそうですね。関谷記念と比較してみたいと思います。この時はね、一周前もありました。そしてラストは、軽くね、調子を伺うような形で、ラストが 11.2 というところで、6ハロン 89.8 というところ、まあ加速も悪くないですしね、追い切り自体は、順調じゃないかなというふうに感じますね。そして、今回も、同じような形で見ております。まあ、ゆったりとね、長スペースでは走っておりますが、まあ、前回よりね、大きく変わり映えがあるかなというところは、そうでもないかなと思いますので、まあ、平行線というところではないでしょうか。調教評価は B 評価ですね。レッドモンレーブですね。ミホのウッド両馬場6ハロンで、82.9 のラストが 11.5。並走のね、外側というところで、割とのんびりめに走ってきましたね。まずね、KO 杯スプリングカップ2着の、動きをちょっと見てみましょうね。同じように後ろからね、追いかけてくる形の並走。そして、ゴハロン 69.3 のラストが 11.0。まあ、軽く乗ってる感じで、やはり同じような流れで合わさってから抜き去っていくというね、同じ形ですけど、まあ、ただ抜き去ってからはしっかり追えてますね。そして、安田記念ではね、一周前とラストとも、反路なんですね。そして、ラストは反路で、三頭合わせの真ん中というところで、まあ、同じような形の動きはしておりますが、まあ、反路を2本続けてというところでした。そしてもう一回ね、10月16日の今回を見てみます。やはり後ろからつけてというところで、じっくりね、馬なりというところ、そして合わさってからの加速がね、どうもちょっと鈍いかな、そして追えてないというところがあるので、まあここが本番仕上げではないのかなというところ、もしくはちょっと調子悪いのかなというところですね。調教評価は B 評価ですね。最後はね、ロジリオンですね。ミホのウッド両馬場、6ハロン 83.9 のラストが 11.5。真ん中で3頭合わせというところ、どうかな。まあ、負荷はまあまあかかってるのかなというところ、まあ本人もね、行く気満々で、足も綺麗には出ておりますが、まあそれほどね、加速感はないのかな。3と合わさってからも、まあ多少追ってはいますけどね。だからといって、抜くに抜けてはいないので、まあこのあたりなのかなというところですね。調教評価は B 評価ですね。最後の最後でね、今もう抽出しようと思いましたら、確認したら、ソウルラッシュ出てきました。立東の反路、というところ、両馬場ですね、61.9 のラストが 13.8 というところでしたね。入り口ではね、だいぶ引っかかって、いやいやな感じが出ております。それが多分ラストの数字なんでしょう。あんま良くなさそうだな。ちょっと前走見てみましょうか。一応ね、ソウルラッシュも木曜日に、6ハロンで 80.9 と 10.7 という数字は出してるみたいですが、
残念ながらね、その辺の数字がちょっと見えないんですね。安田記念の時はですね、一週前がちゃんと出てまして、6波論で 81.5 のラストが 10.9 というところ、並走からね、もう軽々と、抜いていく姿が見えました。そしてラストはね、やはり反路で、53.1 の 12.1 というところで、安田記念ですね、追ってきておりました。引っかかる感じもなしですね、非常にまっすぐ綺麗に終えている安田記念でしたね。一応先週のね、木曜日のウッドの、この話をね、鵜呑みにして 80.9 の 10.7 が、非常に良ければですね、一応キレキレの動きをしているということ書いてありますから、だったら問題ないかなと思うんですけど、ただ今回の動画を私が見る限りは良くないと思いますね。ラストがまずね、反路であること、そして、13.8 秒で、割と、どうなのかな、馬なりでは動かしてるんだけど、あんまり加速していこうとするあれがないですよね。でそれが前走のその木曜日にねしっかりやってるからというんだったらあれですけど、私にはあんま調子よくは見えないなというところで、調教評価は私は C 評価ですね。ということでですね、最終の追い切り評価を真ん中あたりでね、まとめてみました。基本的にはですね、まあ、G1 級の馬が2頭いて、あとちょっとね、どんぐりの背比べ的なところが、目に映るので、なかなか皆さんもね、判断に厳しいんじゃないかなと思いますので、ちょっとね、判断をしやすくします。これはどういうことかと言いますと、やはりね、グレードレースを勝ち上がってる馬とそうでない馬というのはね、大きな差があると私は思っておりますので、私の判断基準としてね、ちょっとそこで分けてみましょうか。そうしますと、グレード1をね、勝ってる馬、これがやっぱりチャンピオンだと思いますね。もちろんね、7割8割の出来で出てくるでしょう。これがセリフォスですね。そして、一番人気想定の、ソウルラッシュ、これはあくまでも G2 というところで、丸にしてあります。そしてその下の方にね、バスラットレオン、そして、レッドモンレーブもそうなんですけど、これも G2 クラス。で、なぜね、レッドモンレーブが、黒三角で、バスラットレオンが丸にしたかと言いますと、普通に考えればね、バスラットレオンは、これ非常に、17番人気想定で、ネット競馬さんね、出してきてますから、オッズでいけば151倍なんですよ。しんがり人気です。ところが、格で言えばですね、この馬、単純にですよ。単純に、評価としては、グレードレースの、勝ってる馬というところでは、一応 G2 を勝ってますから、そうなると、いろんなことをね、取っ払うんですよ。いろんなことを取っ払って、純粋にそこだけ見れば格上になるわけですね。そして今回の、調教を見たときに、レッドモンレーブではね、どっちがいいのかなという調教だけね、これも単純に評価だけ見ていただければ、B 評価と A 評価ということは、バスラットレオの方が上と。いうふうに私は判断しました。ただし年齢がオスの6歳というところ、これがどうかなというところになります。そうなるとレッドモンレーブがオスの5歳でいけるのか、それとも G3 のね馬に行くのか、そこは皆さんの判断にお任せしたいかなと思っております。いかがでしたでしょうか。今回の最終追い切りというところでは、セリフォス、そして、ジュンボロッサムを S 評価とさせていただきました。ただし私の個人的なね、評価は先ほどの通りでございますので、これをまたね、枠順が出てきてからですね、展開そして最終予想でですね、もう少しね深く掘ってみたいかなと考えております。この後ね、機関所の方も見ていきたいと思っておりますので、この機会にね、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そしてこの動画なかなか良かったぞということでございましたら、高評価ボタンの方もよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。バイバイ。またね。